危険な匂いがするぞ。怪しい動きだ、菊太郎。バックの取り合い、うん、なんか言ってますよ、うん、奥さん、奥さん、おかしいですよね。おかしいです。あっと今度はおじいちゃんか。じじい、これはセクハラばかしやがって。これはこれも飛ぶのか。もうタッチで。会社 F 商会プレゼンツ6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180分のペラキューカリー。今小流気と思いましたね、多分ね、はい、フライングしましたね今ね。200分のカリューキー、結構反則じゃないんですかね。200分のキクテラー。赤コーナー体重が一緒、バンクーバーキャット。いつものポーズをこれがおじいちゃんを避けてですね。身体測定不能、体重50キロぐらい、かわいいじいちゃん。かわいいじいちゃんよりキャットの方が体重があるんですね。そうなんですか、こう見るとどうでしょうね。内緒ですからね。はい、何キロあるんでしょうか。あ、もう早くもなんか始まってますけど。やってますね、二人が。北郎と一騎富士。音が鳴ってますね。ピストルの音じゃないですか。ああ、意味がわかんない。意味がわかんないですね、これ。威嚇？これは威嚇なの？弾は入っていないということですか、これは。入ってたら捕まっちゃいます、ね。捕まっちゃいますね。うるさいですね。なんか何してんすかね。でも今回なんか、はい、コーディネートで腕にタトゥーっぽい、うんうんうん、まあストッキングみたいなやつね。大丈夫か。強いぞアピールを。強いぞアピールなんですね。次回から取り締まりますか。
いよいよああいう武器は武器は、はい、うん、ようやく用意ができたかガバイじいちゃん。みんな自由だな。試合前にこんなまったりするという。そうですね。ブラックカイン選手とリッキー選手が気の毒という、ね、まあまあバンクーバーキャッツでも気の毒ですねこれ。堀内選手マントも取ってないし、杖の使用認めろよ。おダメだよ、まあ、狂気だ狂気。 OK、 狂気。ガバイじいちゃん、特別に杖の使用が許可されております。杖がないとね、はい、危ないですからね。まあまあ立てられないからね、先発がなんとガバイじいちゃんとブラックカインですね。これで終わっちゃうんじゃないですか。どうしましたこれ。反則だろレフェリー。なんか発作じゃないですか。ピストルで撃たれたんですね。あ、狙撃されたんだ。反則だろ。多分弾出てないけど。レフェリーに怒られましたね。自由だ。結構いいもの持ってるぞ。ダメージをこけたダメージねってことですかね。おっと、あ、大丈夫ですか。ぶち殺してやれ。ダメですね。ひどいこと言ってますね。ひどいこと言ってますね。大丈夫ですかね。これはキャットさん、まあ、作戦として最初にじいちゃんというのはどうだったんですか。もう本人がやる気だったんで、みんなちょっとお願いしますということで出てもらったんですけどね。どうも、あれこれ帰っちゃいますか。力的に無理です。ダメだっつってますよ。あ、ね、年の差が50以上ありますからね。入ん、うん、のも辛そうですね、試合が進まないという。一応やる気はあるんですよね、こういうね。行けって言うんですけどね。なるほど。痛い。殴った方が痛かったんですね。すねは痛い。お、うまい。まさか。言おうとしましたね今。まさかの杖でのゴルフショット。絶対痛いはずですこれ。あっと危ない。ブラックカインこれは頭にきたか。放り投げましたね。リング下に吹っ飛んでしまいました。お、堀内がなんか。さあ赤コーナーはリッキー富士、そして堀内が入ってきた。何をつけてるんですかね。なんか意味がわからないですね。またお面をつけてます。ちょっと仮面ライダーっぽいですか。あ、ベルトもそうですよ。なるほど。なんかかえって試合がしづらそうですけど、リッキーさんもこれはどうしたもんかと戸惑いますよね。もう笑うしかない。リッキーさんの困った顔がいいですね。ああダメ、これこれ高いんです。ちゃんと現地新しくしてきたんだから。いやいや試合中ですから今。これ触っちゃダメですよ、僕のお宝なんで。これ今度転売しに行きましょう。
本当に高いんですね。高いかもしれない。高いんですか。味方に注意されて突っ込まれてます。来たのかボソボソ喋るなと。突っ込みが入りました。返せこれ返せ。無理です。さあ捕まえた。タイムはありません。もう試合中ですからね、はい、今わざとやりましたよ。注意してください。怪我したら大変じゃないですか。ダメだ、いけ。諦めましたね。サジを投げましたね。サジを投げました。いいでしょう。じいちゃん大丈夫かよ。ものすごく困りましたこれ。そしてキャットさんです。本当にどうしたもんかなと。あ、なんか取れました。取れましたね今ね。ヘッドロックでお客さんにプレゼント、ね、いらないでしょ。いらないですかね。いらないと思うんだけど。そうか、いらないか。ようやく試合出しなんか取れましたまた。いろんなものがいろいろついてますね。キク太郎が入ってきた。危険な匂いがするぞ。怪しい動きだ。キク太郎一応レフに確認しましたね。そうですね。バックの取り合い、うん、奥さんなんか言ってますよ、うん、奥さんいいだろ。奥さんって言ってますね。たまらずキャットさん切れちゃいましたね。まあ奥さんだけど。奥さんだけどって言ってますね。十個よりはいいよ。ほや十個。あげんな。毎回こうやって挑発してきますよね。そうなんですよ。さあチョップ合戦。重いんですよね。体重差あるからね。そうですね。逆水平、うん、何よ中古だって。触ったじゃねえかよ。触ったじゃねえかよ。あれチョップですか今の。スピードが遅くなってきた、ね、明らかにおかしいですよね。おかしいです。レフリーには確認は一応してますけどもね、うん、今のはダメだな、うん、フォールじゃないですか、うん、フォールですけどね。あれいやもう私もね、あれ一人増えてますね。矢も盾もたまらずね。はい、やりすぎだと。やりすぎです。あっと今度はおじいちゃんか。おじいさんも盛んだな。おじいちゃん、正常位正常位おい。おかしいおかしい。これ放送できるんですか。このテレビは大丈夫だ。大丈夫ですかね。ヒトラーが暴言吐いてましたけど。帰る。おじいちゃんおかしいだろ。相当切れてますねキャットさん。これも良くない光景ですね。これはある意味いじめになってしまいますからね、高齢者の。あ、折れちゃこれは
いけませんね、うん、こっちチームはでもあれですね、古流儀出さなきゃ勝てますね、多分聞くとこの出ない方が強いという選手もすごいですけどね、うん、出したらやばいですよ。じいちゃん、おおおい、一応攻撃してるんだな、うん、そうですね、うん、あっと、おいお前はモンスターだ、世界最強のモンスター、鎖骨が折れちゃう、一発でダウンですね、うん、ちょっと心配になってまいりました。おっとアイアンクローか、おじいちゃん、危ないですね。おじいちゃん、首もなんか曲がってますね。そうですね。口を押さえてんじゃないか、これ。口を押さえてんじゃないですか。呼吸もできないか。窒息しちゃう。と落ちてしまうのか。レフリーが、ではおーっと。手というか杖が上がったっ。杖で。意思表示をしました。さあお客さんが乗ってきた、おじいちゃん頑張れと、ロープに走ってますが、ロープに走ってます、歩いてるって感じかな、これは遅すぎた。じいちゃん、ブラックカインも古流儀にはタッチしないですね。そうですね、あるんですね、出さない方がいいってね。また暴言を吐いています。悪いやつだ、ラックロ良くないね。そうですね、あー危ない、おーカウンターで杖が待っていた、もう脇腹疲れたからですね、脇腹に入りました杖が。おじいちゃん大丈夫か、トップロープに登っていく、うわすごい器用だな、バランスが、うん、ロープの上を杖をつきながら歩いています。あっ、悪いやつだな、来たろじいちゃん、よし、急所っていうかロープ走れないですよ。そうですね、股間を打ちつけました。大丈夫か、おっとドロップキックだ、急所だから元気になったのかな、スイッチですか、うん、スイッチかも、おじいちゃんがスイッチが入ったか、ボディアタック、止まらずカットに来た、惜しい、逆にブレンバーサー、杖ない方が強いんですね、いいですねこれは、最初から杖なくて、おじいちゃん、じいちゃん、これやばい、これやばい、これは1枚上手か、コリュキにタッチしましたよ、ここのコリュキまずいですね、赤コーナーはキャットさん、なんかスローモーションになってますけど、試合が急にピーチャーよりある意味スローモーション、うん、動いてない、ちょっとたまらずどんどんやった、膝を入れてます、はい、膝を入れて多めに入れてしまいました。もう一発、いっぱい来てるからね、そしてキャットポーズ、なかなか、うん、おっと丸め込む、あベルトちぎれてない、大丈夫、あベルト取れてるけど、あの大事にしてたベルト、私のせいです、ダランダランダランになってますね、十字が取れ、おじいさん並みにスローだったけど、そうですね、ベルト大丈夫、ベルトあれ、ベルトは壊れてます、
リッキー・フジとブラック・カインの絡み、飛んでいく手刀、そしてラリアート、力任せに行った、パーサッポーカウント2、いい蹴り、そしておじいちゃん、おじいちゃん、いた、シャイニングウィザード、保留機がカットで入りましたね、今ね、今ロープに顔当たってましたよ、大丈夫ですか、おじいちゃんが飛ぶのか、ノータッチでトップオープン飛び乗ってそのままダイブ、すごいですね、ものすごい身体能力を見せる、これはオキトーミの逆神風か、そうはさせじと、もう一回切り返す神風合戦ですね、そうですね、担ぎ合いですね、もう一回切り返す、さあ担いだ神風、入った神風、カウントが入る、カウント3、これは返せないですね、1秒勝者リッキー